八乙女が田中に好きだよっていうのどこだ。なんで好きだよ。高木さんのからかいじゃないとしたら、高木さんの本当の気持ちだとしたら、14日にくれたし、俺も3月14日中に。ごめん、お返しできない。西方の気持ち受け取ったから。花びらのように散りた奇跡、愛し合って喧嘩して色、あなたのそばで花になろう。